あ、もう最高、めちゃくちゃうまい。皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はね、余ったお餅の消費にめちゃくちゃおすすめ、ちょっと信じられないぐらいね、美味しいお餅の焼き方、食べ方紹介させていただきます。やっぱね、お餅バターで焼いて食べると美味しいって言うじゃないですか。そこにね、一工夫して、もう定番の味付けなんですが、こんなに美味しいお餅のね、食べ方知りませんわ。ビビるぐらいうまいです。ほんとハマっちゃってね、またお餅買いに行くぐらい何回も作りたくなる、おつまみにも抜群のガーリックバター餅、ぜひ一回作ってみてください。めちゃくちゃうまいです。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちら切り餅ね、まあ2個から4つぐらいあれば OK です。お正月のお餅余ってたらぜひ作ってみてください。はい、こちら市販のポン酢 50cc、 バター 10g、 チューブタイプのもので構いませんので、おろしニンニクを少々使います。はい、こちら粉チーズ、まあなくても構いませんけど、あればお好みでね、こちらも適当に振り入れます。材料は以上です。はい、まずね、フライパンにバター入れてください。そこへニンニク、こちらも適当にピュッと入れといてください。まあ小さじ1杯ぐらいで OK です。そしたらここでね、火をつけて加熱します。火力は弱火で OK。 じっくりとね、温めながら、このバターとニンニクを全体的に広げてなじませてください。全体的に温まってニンニクの香りが出てきたら、お餅を入れていきます。はい、こんな感じね、全体的にバターが溶けてニンニクの香りが立ち上ってきましたら、お餅ちゃんを入れます。はい、火力弱火で OK。 まずここでゆっくりと温めながら、このお餅の裏表をひっくり返して、バターとニンニクをね、表面に絡める感じでゆっくり焼いていってください。やっぱ初めのうちはお餅硬いんでね、ひっくり返しにくいですけど、よっこいしょっと。まあだいたい弱火で1分ぐらいですね。この裏表をコロコロ転がしながら、お餅にバターとニンニクの香りを移していきます。はい、ちょっと柔らかくなってきたんでね。はい、この火力弱火で OK。 コロ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 裏表をひっくり返しながら、だいたい1分ぐらいね、じっくり焼いて、バターとニンニクを表面に絡める。はい、こんなもんかな。1分ぐらい裏表を転がしながら、お餅の方に火を入れましたら、はい、ここでポン酢 50cc 全て入れてください。そしてね、お好みですけどね、粉チーズちゃん、これも適当に入れといてください。まあ大さじ 1-2 杯、私はね、たっぷり入れときます。はい、この状態で軽くなじませてあげたら、蓋をしてね、ちょっと蒸し焼きにするような感じで、弱火でじっくり1分ぐらいですね、お餅を柔らかくしていきます。はい、大体1分ぐらいね、蒸し焼きにしたら、こちら裏表ひっくり返しちゃいましょう。もうめちゃくちゃええ香りしてる。はい、ほんのりちょっと焼き色もついて最高ですね。よいしょ。はい、そしたら再び蓋をして、さらに1分蒸し焼き。これで完全に火が通ってね、お餅の方柔らかくなりますんで。そしてこのね、バターポン酢がちょっととろみがついて、表面にまとわりついて、むちゃくちゃうまい。まああとお餅がね、柔らかくなったら OK です。はいよっ、ひっくり返して1分。わー、この蓋開けた時の香りがやばい。お餅がね、柔らかくなってたら OK、 もう完璧やね。はい、あとはもう火を止めて、最後仕上げにこのタレを全体的に絡めておいてください。あー、うまそう。はい、これで完成、ガーリックバターポン酢餅、早速食べちゃいましょう。はい、器に盛り付けて、余ったタレもかけたら OK。
まああとはお好みでね、こいつとの相性抜群の刻みネギをトッピング。はい、これでね、めちゃくちゃつまみになるガーリックバターポン酢餅。これめちゃくちゃうまいんでね、お餅が余ってたらぜひやってみてください。それでは、キュームポーチいただきます。あ、もう最高、めちゃくちゃうまい。これはやばい。やっぱお餅とね、バターの相性いいんですが、もうガーリックバターポン酢なんて最強の組み合わせじゃないですか。それとお餅をね、ちょっと蒸し焼きにするだけ。今回はそこに粉チーズまで加えてるからね、美味しさと美味しさと美味しさと美味しさを重ねて、めちゃくちゃうまい。うん、最高。いや、これなんぼでもいけるやつ。このニンニクとバターとね、粉チーズの香りがこの柔らかいお餅を包み込んで激うま。うーん、止まらん。いや、ほんとフライパンでゆっくり蒸し焼きにするだけなんで、ぜひやってみてください。いや、これね、止まらないですよ。お餅買ってでも作りたくなる。ほんとお腹にもたまるしね、いい感じの味わいなんで酒のつまみにもなる。むちゃくちゃ美味しい。うん、バカうまっ。